どうも皆さん、 NN スタジオのダーニシです。今回ご紹介するのは西さんのブラックミスト 67mm です。簡単にシネマティックな表現にできるソフトフィルターになってますので、ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。今回は撮った作例とともにですね、映像を見ながらですね、ブラックミストの効果とどういう時に使えばいいのかっていうのをお話ししていきたいなと思っております。それでは行きましょう。どうも皆さん、ダーニシです。今回はですね、西さんのブラックミストを紹介したいと思います。はい、ですね、西さんのブラックミスト、今一応 α7S3 に、西のブラックミスト 1/4 67mm をつけて、レンズは 24mm の G マスターレンズをつけて、この動画も撮ってるんですけども、まあ、ここではあんまりこの辺の質感ぐらいしかなんか分かんないかなと思うんですけど、まあ、つけて撮影してるんですけども、最近西さんのアリュールソフトを使って、動画1本ポートレートムービー作ってるんですけど、よかったらこちらに載せておくので見ていただければいいかなと思うんですけど、まあ、今回まあブラックミストも一応まあ買ってたんで、それをちょっと使いつつ、浅草にですねちょっと行ってきてですね、浅草の動画もまあ1本ここで作ったんで、これも見ていただければ。浅草の映像はブラックミストをもう常にこうレンズの 24mm につけて撮影をしたものなんですけども、よかったらそれもちょっとこう見ていただきたいなと思うんですけど、まあなんせこう映画っぽく撮れると、ブラックミストは映画っぽく撮れるということで、まあ、最近去年の11月12月ぐらいでしたよね、多分出たのが。それでまあすごい人気で品薄でなかなか買えないという感じになってて、まあ僕が買ったのはまあその近辺なんですけど、まあでも普通にですね、西さんのサイト、僕はサイトで買ったんですけども、普通に買ったらまあ在庫も全然ありますよと。届くのがまあ1週間2週間ぐらいだった気がするんですけども、意外と Amazon が売ってなかったりもするみたいで、まあ普通のサイト、西さんのサイト買いといって、カート入れて買った方がなんか届くのが早かったよっていう話もちらほら聞くんで、まあ、まだ買ってない人はまあ Amazon と、そっち見ていただいてもいいかなと思うんですけど、届いたので、まあ一応いろいろ作例撮りたいんですけども、その浅草の映像でまとめたものが、一番わかりやすいかなと思うんですけど、まあ、ここからですね、ちょっと西さんのこのブラックミスト、これはなぜ、まあ僕一応ポートレートカメラマンなんで人物に特化して撮影はしてるんですけども、まあ、この浅草の映像で、まあ、浅草寺の外観の映像とこの太陽の入ってくる光を、ここが多分一番ブラックミスト感が出てるなと自分で思ったんで、そこをちょっと注視して見ていただければいいかなと思うんですけど、まあ、このブラックミストはですね、コントラストと一応シャープネスを抑えてシネマティックな表現にできると、もともとこの シネマティックな表現をするために開発された、レンズフィルターをなんかカメラ用にしたみたいな、簡単に言うとそんな感じらしくて、コントラストを抑えて、コントラストとシャープネスを抑えてシネマティックにしてくれる、そんな特徴がまず一つ、そして二つ目がですね、解像度をしっかり保ったまま柔らかい雰囲気にしてくれると。ここが僕的にはすごい重要なポイントで、よくフィルターをつけるとこうあんまり解像度が落ちやすいっていうのが、まあ、昔健康さんのソフトンでしたっけね、なんかフィルターをつけて撮影したりとかしてたんですけど、なかなかなんかこうぼやけて見えるっていうか、解像感が、まあ、別にディスってるわけじゃないんですけど、まあ、すごい柔らかい雰囲気になっていいんですけど、僕的にはなんかもうちょっと解像度が欲しいなと思ったりしててですね、まあ、当時僕も、キャノンの 5D 使ってて、レンズがですね、シグマを対応してたんですけども、シグマはなんか解像度がすごい良くて、なんかすぐそこに人がいるような感じで撮れてすごい好きだったんですけど、それにつけて撮影してるとなかなかこう柔らかい雰囲気になりすぎてしまってですね、まあ、キャノンらしい感じに戻ってしまうっていうか、なんていうんですかね、ちょっとそういう雰囲気になってしまうんで、これはちょっとなかなか使える、まあ僕的にはあんま使わないなと思いながら過ごしててですね、まあ今回この、まあ、日産のブラックミスト使ってみた感想としては、まあ、すごい解像度保って被写体が柔らかくなると、肌も綺麗になると。なんでまあ外の撮影、外のまあ光があるところっていうんですかね、光源があってっていうところではすごいいいかなと思って使っております。それがまあ2つ目
3つ目も一応まあ肌を柔らかくしてくれるっていうことでいいかなっていうの、肌を柔らかくしてくれるので撮った瞬間からもういいなっていう映像にしてくれるので、これは本当に助かるなって思うので、まあなんかつけてないと、もうデフォルトでつけてないとダメぐらいの感じかもしれないですね。このこれからよく携帯の iPhone とかのフィルターもすごい進化してるんで、まあ、これを1枚かましつつ綺麗に撮る、それが一応スタンダードになってくると思うんで、これはまあ映像に身を置くものとしてはですね、まあこれ重要なんじゃないかなって、使ってる人使ってない人で差が出てしまう、そんな状況になってしまうんじゃないかなっていうのはちょっと思いますかね。最後一応4つ目はですね、これも光なんですけど、太陽とか光源に対して、まあまだ夜の撮影はそこまでやってないんで、街の太陽の光と街の街灯のフレア、これを意識して、撮影するとこう柔らかいあったかい感じの雰囲気で撮れると。それが一応4つ目で、一応まあ、日産のサイトに書いてるポイント4つ。まあ、これはもう本当全部当てはまるもんで、すごい使ってると本当にもう柔らかい雰囲気になるけど解像度。僕の見解としてはですね、柔らかい雰囲気になるけど解像度はしっかり保ってくれる。で、抑えるところは抑えてくれるっていう、そんなフィルターになってるんで、まあこれは映画の雰囲気にもちろん近づきますし、まあコントラストを抑え、シャープネスと抑えてくれるけど解像度は保つと。まあ見ていてすごい引き込まれる映像になるんじゃないかなと思うんで、すごいいいなと思っております。なので一応まあ簡単にブラックミストの特徴は一応そんな感じで、まあ作例とともにお届けしたんですけども、またブラックミストと、僕今回アリュールソフト、ブラックミストとアリュールソフトの違いっていうのも僕ちょっと検証してみたくてですね、まあそれは今動画、撮りに行こうかなと思ってるところなんですけども、またそれは後日違い分かればですね、多分光の拡散具合、まあどっちにしてもこう光を拡散する具合っていうかですね、まあ結局シネマティックなんですよね。シネマティックに見せるフィルター、エモく見せるフィルターだと思うんで、まあこの2種類持っといていいんじゃないかなと。この2種類はすごいシネマティックには重要なフィルターなんじゃないかなと思うんで、これはまあ使って撮影していきたいなと思うんですけども、まああとカメラの設定とかもまあシネマティックにするには大事になってくるので、そちらも一応まあいろいろ話していこうかなと思うんで、まあ今回は一応ブラックミストの特徴と作例というかですね、をちょっと見てもらった感じになります。はい、日産のブラックミスト 67mm 4分の1ご紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。まあこれでつけるだけで簡単にシネマティックにできるんで、もう本当に簡単になったなってすごい思うんですけども、あとはまあ撮り方云々はまあ重要にはなってくるんですけども、とりあえずこれをつければもうシネマティックは間違いないという感じになると思うんで、ぜひ皆さんも使ってみてほしいなと思うんですけども、あと僕もちょっと一点気になるんですけど、ミスターのブラックミストでもう一個出てるやつがあって、アリュールストリークだっけな名前が、光源をアナモルフィックレンズのような感じでこう光源を横にしたもの、あれも一応買ってみようと思うんで、あれもちょっとこういろいろ作例試してやってみたいなと思ってるんで、ぜひそちらも楽しみにしていただければいいなと。あっちも結構値段も高かったんですけど、一応これは18,000円ぐらいか、8,600円ぐらいでしたね。だいたいミスターのフィルターの中盤を攻めてくる感じなんで、だいたい1万5千円とかそれぐらいで多分買えると思うんで、またそれも買っていろいろ試してみたいなと思っております。はい、ちょっとでもですね役に立ったなって思っていただければですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。